皆さんこんにちは。今月も噂のさやビズ通信の時間になりました。5月に入ってもうすでに暑いなと思うような夏日も増えてきましたね。さあ今日はそんなこれからスタミナが欲しい時期にもってこいの体に優しいこのお店のご紹介から入りたいと思います。さあ本日のゲストです。優しい餃子狭山店の店長湯上狭山です。湯上さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうなんかいいですね、見るからにこの餃子のね雰囲気が出てますけれども ありがとうございます、はい、あの優しい餃子さん、はい、どんなお店なのか簡単にご説明お願いします、はいはい、優しい餃子は体に優しい添加物を入れない餃子をお作りしております。アレルギーでお悩みの方やご病気で食事に気遣う方など体に取り入れるものを意識されている方にすごく喜ばれているショップでございます。優しい餃子の優しいはやっぱり体に優しいっていうのがあるんですね、はいはい、今お話しあったように無添加、はいはい、でも本当に化学調味料全く使ってない形で、はい、そうです、そうなんですね。これね今ちょっと店、はい、お店の雰囲気あの見てお分かりかもしれません、はい、冷凍で売ってらっしゃる、はい、冷凍で取り扱っております、はい、逆に言うと、はい、もう冷凍以外はない、あの焼いた状態とか、はい、即食べられるってわけではなくて、はい、冷凍のお持ち帰り限定、はい、はい、お持ち帰りのみとなっております。なるほど、はい、はい、24時間、ね、はい、あの買いに来れて、はい、いつでも欲しい時に食べれるなんていうのも冷凍のいい特徴ですね。そうですね、好きな数だけ焼いて、はい、好きな時にいつでもどこでも食べていただけるのがあの魅力です。ちなみに野上さん、あのなんでこの優しい餃子のお店ね、はいはい、狭山で始めようと思ったんですか？まず私があのこの土地に住んでいるからっていうのもあるんですけれども、あの自分の母親があの去年他界したんですけれども、あのずっと10年ぐらい一緒に暮らしていて、ま、あのその時に闘病しながらやっぱり食事の面ですごくあの家族全員で気遣っていて、みんなで食べれるものをいつも探していたんですよね、はい、その延長で、ま、いつも母親からあの自分が食べるものは、ままあ、心と体をしっかり作るっていうことをいつもあの言われ続けていたので、あの母があの他界してからも、まあ、それをあのちょっと引き続き自分の中でやり続けていきたいなと思いでこの店を始めました。なるほど、はい、あのお母様のね、はい、そういった健康であったりとか食べ物にあの気遣うっていう気持ちからスタートした事業なんですね、はい、はい、この優しい餃子さん自体は全国なんですかね、はい、うん、はい、全国で80店舗、はい、あの運営しております、はい、じゃあ本当に体に気遣う人がそれぞれの場所で楽しんでいるっていう、はいはいはい、そういうお店のようですね、はい、こちらが、ね、優しい餃子のパッケージになりますけれども、ここにも今お酢と胡椒もありますが、はいはい、これはどういうものなんですか？はい、こちらも お酢はあの醸造酒といいまして無添加で作っている、はい、お酢になっております。あ、こちらも無添加でマレーシアの本格あの胡椒を使っておりまして、どうしてこの2つを出しているかというと、こちらは餃子を食べるときにあのお酢と胡椒で一緒に食べていただくとちょっとさっぱり、そしてピリリッとした味を楽しんでいただけるということでお出ししてます、はい、お酢も、はい、胡椒もその体に気遣った内容になってるわけなんですね、はいはい、トッピングも含めて、はい、あの揃えられると嬉しいなとは思うので、はいはい、そういう意味ではすごくセットでご購入できるっていうことで嬉しいなと思います、はい、お味だとか、はい、あとはねやっぱり餃子っていうと中のお肉とかお野菜、はい、どんな感じかななんて興味ある方もいると思うんですが、はいはい、野菜が結構しっかり入っていて、やっぱり添加物を使ってないだけ野菜本来の素材の旨味っていうのをすごく感じられる餃子です。それとあとお肉自体は豚肉も国産のものを使っております。お野菜ももちろんなんですけれども、各あの原料もすごく素材にこだわってあのお届けしております、特別に店内でちょっと試食をさせていただきたいと思いますせっかくなのでお酢と胡椒でいただくのがいいですかね、はいはい、お皿小皿を、はい、まあ、まあちょっと今日は直接ね、はい、かけちゃいましょうね、すみません、はいはい、ちょっとダイナミックにダイナミックに、はい、お願いします。これを少しかけました、はい、でこれだけでもいいんですけど、先ほどのこちらの無添加の
あの本格胡椒を入れてみたいと思います。これもあのお好みなんですけれども、おすすめはちょっと多めにかけていただくがおすすめです。ご自宅で使うときは何か容器に入れていただいた方が振りやすいかなって思います。はい、ちょうど切っていただいてるのからいただきましょうかね。こんな感じで、はい、ということで中身もね、たっぷり詰まってますけど、いただきます。胡椒いいですね。まずわっと胡椒の香りが入ってきて、で皮もすごいもちもちです。もともと冷凍だったって気があまりしないぐらいもちもちしてます。で中はやっぱりご説明あったようにお野菜のシャキシャキ感がこれ胡椒合いますね。でお酢があるので、その後にちょっと爽やかさが抜ける感じ。はい、またもう一個いただきます。美味しい。ご飯だな。ご飯が欲しくなる。これはこの大きさだったら30個ぐらいいきそうですね。これはダメ、私だけ。でもニンニクとかニラが強いとかっていうそういう感じのものではないので、本当にお子様からご高齢の方まで、あとはちょっと香草類が苦手かなっていう方でもペロッと食べられると思います。本当食べやすいお味になってるので、どんどんいきますけれども、ぜひ皆さんねご賞味いただければと思います。もう一個いっちゃいます。ありがとうございます。美味しく召し上がっていただけて何よりです。餃子って言ったらね、お酒と組み合わせでも絶対ね食が進みますし、特にご覧いただいてる、ご家族の方からすると、いやなんかうちのお父さんいつもこう油っぽいものとね、ビールでちょっと体調心配だわなんていう方でも、ここの餃子だと無添加でね、そしてお酢と胡椒でさっぱり召し上がっていただけるってことなので、安心していつも頑張っていただいているご家族、お父さんにね召し上がっていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひちょっと企画ご、交互期待ということで、狭山の、ね、名物とのコラボレーションなんかもちょっと考えているってことですので、また皆さんにお知らせできるといいかなと思います。ちなみにこう優しい餃子さんの情報を知りたいなと思ったら、どういったところで調べたりできるんでしょうか。狭山店ではインスタグラムというものをやっておりますので、店頭にインスタグラムの QR コードを貼らせていただいておりますので、そちらを読み取っていただくと新商品の情報ですとか、あとは餃子のアレンジレシピなんかもお伝えさせていただいているので、ぜひご覧ください。インターネットで優しい餃子狭山と入れても出てきますので、検索してみていただければなというふうに思います。ということで今回、ストック可能な無添加餃子というふうに書かせていただきましたけれども、最初に申し上げたように冷凍なんですよね。で皆さんやはり、すぐに召し上がりたい方も大半である反面、ちょっとこうね冷凍庫にストックしておいて、今日の晩ご飯もう一品欲しいなっていう時だったり、また今ご説明いただいたように本当に無添加でね安心ということもございますので、バランスの取れたメニュー作りにちょっと一品欲しいなっていう時にもぜひお買い求めいただければいいかなと思います。番組をご覧の皆様に一言よろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。無人販売店やさしい餃子は24時間営業しております。お好きな時に来ていただいて、食卓に安心と安全をお届けしていきます。よろしくお願いします。今月のゲスト、やさしい餃子狭山店店長の湯上さやさんでした。湯上さんありがとうございました。ありがとうございました。